やることたちかな。多分ね、そんな感じですよ。たくさん持ってるんですか。秋田犬のふるさと、大館。おはようございます。今日は内陸線沿いにやっている田んぼアートの田植えにやってきました。なんと最近では珍しく29度もあります。暑いね。めっちゃ暑いです。どういう感じだった。今日はですね、ここに私たち田植えをしていくんですが、もう下書きがされてますね。縄文マグネットガチャです。おー、本当だ。来た、内陸線ガチャがありますね。じゃあみんなと合流しようかね。はい、皆さんおはようございます。内陸線沿線の5箇所の田んぼアート、今年で11年目というふうに伺ってます。いろいろ練っていく感じ。この赤 の, あの吉津立ってるところがお家の赤いところ。赤いところ。はいはいはい、で下の方行くと顔が全部出て。転ぶのも田植えっていうことで。はい。なるほど。はい。いやいや、結構ですよ。はい。ゆっくり。ゆっくり。はい。ゆんだ。ゆんだ。おお。ちょっと黒一枚持ってない。これが赤、緑、白、黒。黄色。レンジというように出汁に入った苗が色ごとに分けられております。そして皆さん自分の色の出汁を持って畑の中に、田んぼの中に入って植えるという方法で田植えアート、田んぼアートを作っております。白はあんまりこう大きく育てないんで、うん、あの細かい方が綺麗です。今は土偶の頭、土偶の顔、土偶の顔、これは目です。これ目、はい、目玉は後で描きます。お母さん、さっきの植え方もう一回教えてください。はい。なんだこれ、こう上げてる、こっちでこう上げて、はい、ほら、うん、これこう取り出すのとかする。うん、今日はこういう風に上げれば、うん、ほらじゃあこっちの手の感覚で大体の量を掴んで、はい、で植えてるってことですか。そういうこと。あー、なるほど。だからこんな均等で早いんですね。まずな。まずな。60何年 ?60 年田植えされてるんですよね。そうよ。すごい。そりゃ早いわ。綺麗だわ。いい感じ、いい感じ。よし。ゴールはもう目の前。ゴールは目の前。これ焦ると。ここで焦ると。ここで焦ると。お疲れ様でした。泥だらけ。はい。どうでしたか？もう泥だらけです。腰も痛いし、指先も痛いし。楽しみだね、これ出来上がるのが。そうだな。皆さん
ん、今日の動画いかがでしたでしょうか。田んぼアートしてきました。ここ田んぼアートを企画している会社の内陸線の斉藤さんです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。また来年来ますね。ぜひ。その前に稲刈りに来て、ね、そうです、稲刈りも大変なので、はい、ぜひ来ていただければ。で、今後とも PR を一緒にどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで田んぼアートの達人です。また来年お会いしましょう。バイバーイ。